上が99式1号 20mm 機銃、下が99式2号 20mm 機銃、2号銃の方が重心が長いことがわかる。99式 20mm 銃、九99式 20mm 機銃は日本海軍で採用された航空機銃、エリコン FF 並びにエリコン海海 L をライセンス生産した99式1号 20mm。 基銃並びに99式2号2 0ト、mm、ル基銃を指す。日本海軍の冷戦は世界に先駆けて2 0ミ、mm、リ基銃を採用した。この2 0ミ、mm、リ基銃はスイスのエリコン社からエリコン FF のライセンスを取得し、国産化されたもので99式1号基重1型として用いられたものだった。弾丸の初速6 0 0ル秒で弾装の弾丸数が少ないため改良され、 1>, 1号、基重2型は蛍光弾数が100発となり、2号銃では初速750メートル秒となり、命中率は大きく改善された。弾丸は、鉄鋼弾、栄光弾、炸裂弾の3種類あり、弾倉内に交互に装填される。弾倉は100発入りであるが、バネを圧縮しながらの弾丸装填は100発、装填すると作動せず発射できない場合があり、バネにゆとりを持たせるため、 97発の装填とした20ミリ機銃の発射は圧作空気であり圧作空気ボンベは操縦席後部に装備されていた日本における生産総数は各形式合わせて約3万5000兆99式20ミリメートル機銃の所速は 20X72RB 弾を用いる1号0で秒速600メートル 20X101RB 弾を用いる2号銃で、秒速750メートル、蛍光弾数については60発、ドラム弾倉、100発大型ドラム弾倉、125から250発を蛍光するベルト球弾式だった。重量は1号銃で 25kg 前後、2号銃でも 38kg 前後であり、他の航空機銃、機関砲に比べて全般的に軽量だった。 ただし、ベルト球団ではなく、弾装を使用する場合は、弾装の重量も加味される。60発、ドラム弾装では 8kg、100発、大型ドラム弾装では、重量が 18kg である。第二次世界大戦前後に各国が開発した、同級の航空機銃と比較すると、99式1号 20mm、機銃は小型かつ軽量でありながら炸裂弾を、 使用できるという利点があった。1五十の低初速は発射薬の少なさと単重心に起因するもので、発射薬が多く、超重心の2五十では初速が大幅に上がっている。99式2五十4型の発射速度増大型や5型では API ブローバック方式の不利を覆して発射速度も向上している。なお、原型のエリコン FF に採用されている API。 ブローバック方式は、球弾力が弱いためベルト球弾は、不可能と考えられており、発明された、スイスやライセンス生産を行ったドイツでも、ベルト球弾化は行われておらず、全 FF シリーズの中で、日本の99式 20mm 基重4型から5型のみ、ベルト球弾を実現している。命中時の破壊力については、99式1号 20mm 基銃でも、 当たり所にも夜が1から2発の命中弾で敵戦闘機を撃墜することも可能であり、米軍パイロットにとって99式 20mm 機銃は大きな脅威として映っていた。米軍では自身の装備する B-17 が 12.7mm 機銃を相当数打ち込んでも撃墜困難であったことから難高不落の空の要塞であると歌っていたが、 太平洋戦争開戦直後に2 0ミリ機銃を装備した零戦21型に撃墜された。もっとも、相対した日本海軍から見ると、大型爆撃機を一撃で撃墜するために導入した99式1号2 0ト、mm、ル機銃をもってしても B-17 の撃墜が容易ではないことは大問題であり、露角した b 十七の防弾板や防弾タンクへの実射試験から号銃では、 至近距離から撃たなければこれらに致命傷を与えられないことが明らかになると中央、現地部隊とも1号銃の破壊力不足を深刻な問題として捉えている。対策としては2号銃の配備が最適と考えられたが1号銃の生産ラインを急に変更することは不可能だった。そのためとりあえず遅動新館を開発。 配備して、炸裂弾が防弾板や防弾タンクの表層で、炸裂して内部に被害を与えられない現状の改善が図られた。その後、生産体制の改変により2号銃が配備され、問題の根本解決が図られている。2号銃を装備する日本海軍戦闘機は B-17 よりも強力な防弾装備を持つ B-29 であっても脅威であった。しかし、 日本海軍側から見れば b 二十九は二五0をもってしても撃墜困難な難敵でありこれに対抗するためより厚くなった防弾タンクを撃ち抜いた後に炸裂弾が炸裂する新たな自動進化を開発している。小福田テルフミは命中した時の破壊力には威力があるが七点七ミリや十三ミリに比べ初速が低いため弾道が低下し命中率が悪く これをカバーするには、高い技量が必要な近接射撃が必要になるため、未熟者は遠距離射撃になり、命中せず威力を発揮しないと語っている。坂井三郎は、冷戦が 20mm 機関砲と 7.7mm 機銃を共に搭載したことを批判し、搭載機関砲の種類を統一すべきだったと主張している。1935年夏頃、日本海軍では、 航空本部長、山本五十六中将の主導のもと、大型爆撃機に対処可能な大口径機銃の導入が検討されていた。航空本部技術部主席部員であった和田美紗夫が中心となって、各国の大口径機銃を比較検討していたところ、在フランス部間からエリコン FF の情報が入ったことから、急遽サンプルを輸入して調査が行われた。 調査結果が良好だったことから導入が急がれたが、完成品輸入では、戦闘機の生産機数を把握されかねないため、製造権を取得し、民間会社での国内生産とすることになった。1936年6月に、エリコン社とライセンス契約が結ばれ、1937年夏には、第日本兵器株式会社において99式1号 20mm 機銃の名称に、 解消でエリコン FF のノックダウン生産を開始、1938年3月にはエリコン社の技師6名が来日し技術指導をし、7月にはライセンス生産に移行した99式1号 20mm 基銃は、まず96式陸上攻撃機に旋回機銃型が搭載されたほか、当時試作段階にあった零式艦上戦闘機や、 一式陸上攻撃機等への搭載も決定され、日本海軍の主力航空機銃となった。海戦により需要は逼迫し、大日本兵器株式会社は、富岡に加え6カ所に工場の増設を行ったが、後には海軍の豊川海軍交渉、多賀城海軍交渉でも生産された。1938年秋、日中戦争で戦っている戦闘機部隊である十二空から、 計画中の20ミリ機銃装備の冷戦について、機銃口径は10ミリないし13ミリを適度とし、初速の小さい翼上20ミリ機銃は、戦闘機には100害あって、一理なしという意見が提出された。1940年7月15日、日中戦争の101号作戦のため、第2連合航空隊に、横山保つ隊員と、 震度サブロー隊員率いる冷戦13機が進出した。冷戦はまだ実用試験中のもので、全力空中戦闘をすると、シリンダーが加熱に陥り焼けつく恐れがあった。また G が大きくなると、足が飛び出すこと、G がかかると 20mm 機銃が出なくなることがまだ未解決であった。そのため、技術省から飛行機部の高山小一技術隊員、 発動機部の長野治美技術隊員がそれに当たり、技術者、整備員、搭乗員が一体となって、これを解決した。9月13日、零戦が、ウイジンで27機撃墜の大戦火を報告した。これを受け、零戦を製作した、三菱重工を、エンジンを製作した、中島飛行機、20ミリ機銃を製造した、大日本兵器が、海軍航空本部から表彰された。 1941年12月、太平洋戦争勃発、海戦当初、B-17 程度の防御力なら0 0の20ミリ、機銃一発で撃墜可能と考えていたが、効果がないという報告があった。川上洋兵海軍技術調査によれば、調査の結果、これは威力不足ではなく、5メートルほどの標的での射撃訓練を受けたパイロットが大型で、 ビブに防御火力を持つ4発重爆に対して、照準機の視野に溢れるため、相当接近したと錯覚して、有効射程外から射撃して退避していることが原因であったという。1942年夏頃から、ドラム弾層が60発入りから100発入りの大型へ、徐々に切り替えられ、採用当初から問題になっていた、蛍光弾数の少なさの改善が図られた。 1942年秋、横須賀航空隊の花本清澄少佐を中心とし、20mm 機銃の命中率を高めるための最適取り付け角度を決める実験を行った1ヶ月半に及ぶ実験の結果、左右の取り付け角度の調整及び弾道が低下する分を補うように機銃を若干上向きに装備することで改善し、戦地にてこの 筒軸線成語を簡単に調整できる装置も考案して回収を行った。命中率の問題について、戦後、堀越二郎は冷戦のフレームのあまりの脆弱さが低命中率の原因ではないかと推測している。1943年春からは、エリコン海海 L をライセンス生産した99式2号 20mm 機銃の生産が始まり、 零戦22型コ五52型や月光11型に搭載された、初速の増大によって破壊力、弾道特性とも改善された2号銃は、現地部隊でも好評で、2号銃搭載零戦の早期補給を要望する中央への伝聞が残されている。1943年秋には、ベルト球団化された99式2号 20mm、機重4型の生産が始まり、 零戦五十二型港以降のほか、大電二十一型から三十三型港、四電十一型オーツ二十一型等に搭載された、1944年秋から翌1945年冬に、かけて九十九式二号二十ミリメートル基重四型の発射速度増大型及び九十九式二号二十ミリメートル基重五型が開発され、全車はなんとか量産にこぎつけて一部が、 実戦配備されたものの、後者は量産準備中に終戦を迎えている。99式2号機銃を模した、ダミー重心旋回機銃型、45発、ドラム弾装。主な搭載機、1式立行、2式飛行艇、銀が99式 20mm1 号機銃2型99式 20mm1 号機銃3型99。 式 20mm1 号、基十4型99式 20mm2 号、基準3型99式 20mm2 号、基準4型99式 20mm2 号、十準4型99式、mm、2号、基十四型発射速度、増大型99式 20mm2 号、基十5型、冷戦よもやま物語三人車 NF 文庫39ページ、前大佐を、海軍航空隊よもやま物語三人車 NF 文庫1 0 4ページ、前大佐を、海軍航空隊も山物語三人一社。NF 文庫1 0 4から205ページ、前大佐を、海軍航空隊も山物語三人一社。NF 文庫1 0 5ページ上福建る踏み、指揮官空戦機、三人一社。NF 文庫に1 6 5から266ページ、基礎から学ぶ、国産戦闘機の近止等、冷戦。 霊戦よもやま物語三人社、NF 文庫341ページ戦士総書79巻、中国方面海軍作戦昭和13年4月以降156ページ、堀越二郎、霊戦角川文庫145ページ、霊戦よもやま物語三人社、NF 文庫39から40ページ、最後の戦闘騎士伝を改め171ページ、霊戦、堀越二郎著、 ありがとうございます。